ハベウキエシェクはポーランドのサッカー選手。ポジションは GK。ワルシャワに生まれポロニア・ワルシャワで選手デビュー。2006年1月にエガレオ FC に1年のレンタル遺跡を経験した。ポロニア・ワルシャワに復帰した時にはクラブはエクストラクラサから降格しており、彼自身も怪我によって最小格の戦力にはあまり貢献できなかった。2007年6月に SC ブラガに自由契約から移籍。2008年2月21日の UEFA カップ2007から08の SV ベルダーブレーメン戦で初出場。その3日後にプリメーラリーガでも初出場。2009年1月にビトーリア・セトゥーバルに半年のレンタル移籍、合格危機にあったクラブで徴用された。ブラガに戻るとエドワルドの控えとなった。二千九から十シーズンは タッサガリーガで3試合に出場したのみであったため、2010年7月に4年契約で FC ポルトに移籍したが、所有権の50%はブラガが保有した。公式戦4試合のみの出場に止まったので、翌年8月にはローダ・ジェイシーにレンタル移籍となった。その後、ビトリアに再び加入しにシーズンを過ごした。2014年6月16日に GDS トリル。 プライアに2年契約で移籍。2016年7月13日にセグンダ・ディビシオンのコルドバ CF に加入。2018年8月31日マラが CF に移籍した。ありがとうございます。